ゲートに収まります全部枠入り終わってスタートしました さあ外枠の各場が比較的いいスタートに見えますすぐさま一段となりまして間からはコネッシオでも先行体制を取りますが外をついてはトラベジストそしてフォルテローザ小樽グリーンそして間にいるのが15番のシアターがいますさらに真ん中突っ込んで13番のギルティプレジャー先端その直後につけましたのがさあ5番のエリカ・マルゲリータが追走です内からポジションを上げる2番のホー・オード・ルーリー10番プレイ・ソフトリーその後方に12番のタプハ・アイがつけていますそのうちゼッケン4番ハイディジェンその数にいるのが7番のヤブサメその後方もまた一団です バシロペスがポジションを上げていきましたさらにその後方からうち1番のシームレスが追走していますさらにはブラボージャパンがいてその後方からはゼッケン9番をつけました一利君が追走しておりますさあ各馬がこれから3コーナーカーブ34コーナー中間にかかっています先行争いからコネッシ,シオネが現在逃げる展開これを見るように8番のバイユーバイユーが現在2番手の位置そして外からは小樽グリーンが3番手から2番手に接近連れて上がっていったフォルテローザも前に上がっていきましたそしてうちを狙っている2番のホードルーリーですそしてその直につけているのが5番のエリカ・マルゲリータさあ直線に向いた 直線に向いて粘りり込みを図りますコネッシオーネ,コネッシオーネが粘り込みを図りますそして2番手の位置ですがゼッケン1番をつけましたさああ2番のホードルーリーが接近してまいりましたホードルーリーが2番手に上がってきたさらにその後続集団ですが外をつきましてさあ各馬が接近外をついては12番のタッファーアイなども足を伸ばしてくるが先頭は6番のコネッシオーネ粘る粘る2番手2番のホードルーリーコネッシオーネ5輪2番手はいっぱいいっぱい2番のホードルーリーが粘り切ったか3番手争いが大混戦と見えます 先手を奪う形になりました6番のコネシオーネ松山浩平騎士の手綱絆の3区。